ドンチャリウスということで今回なんですけど、ネバーフォーゲットから 24SS1 回目のデリバリーということで新しくアイテムが入ってきましたので紹介したいと思うんですけど、今回はナイロン系のねアイテムがジャケットと、セットアップできれるパンツが、入ってきたって感じなんですけど、とりあえずね物を先にお見せすると、じゃーんということで、一応ねフード付きの、まあ、アノラック的なマウンテンパーカー的なね、形なんですけど、これねカッティングとか、まあ結構この辺のねカーブした感じとか、まあ前立てのこの部分も一応ねここカーブしてるの分かりますかね、この一番上だけこうキュッとなってる感じとか、特にねバックが個人的には結構ねかっこいいなと思ったんですけど、はい、こういう感じのねちょっとあの二次元的なね、デザインで切り替わってるって感じなんですけど、パッと見ここねあのメッシュのような感じにも見えるんですけど、これよくよく見るとね、はい、こんな感じでギンガムチェックに、なってまして、でベースはグレーでって感じなんですけど、なんか見た時にねこうただの切り替えっていうよりかは、まあ切り替えのねこのパターンも面白いんですけど、ここの切り替え自体の生地もね若干こうあのモザイクというか、まあ、すごい細かいねギンガムチェックなんで、なかなかね面白い表情なんじゃないかなと思います。あとはアームの方もね、切り替わってたりとか、全体的にねあの 3D なあー作りにね、まあなってるところがブランドらしさもありつつ、生地もねこれ撥水っていうこともあって機能性もありつつ、色もこういう感じのねスチールグレーっぽい感じ、かなりね今っぽくてかっこいいんじゃないかなと思います。ただまああのグレーでねパッと見地味かと思いきや、カッティングとかこの切り替えで遊んでる感じもありつつ、あとはあの例えばねドローコードというかこのジップの、ね、引き手の部分の先には天然石のこのまあタイガーアイのビーズの装飾があったりとか、あとはこっちのねドローコードの部分もまあメタルパースとタイガーアイとか結構随所にねあのこの天然石のビーズの装飾が入ってたりとか、あと作り的にはこれねまずあのフードが結構自立するね 3D な、ここもなんかこういわゆる 3D な感じで、まあ、フードが寝すぎないというかしっかり立ってくれるところも一つ嬉しいところかなっていうのと、フード部分もこのねドローコードで一応調整ができたり、まあこのここもそうなんですけど、裾部分もね絞れるんで、ある程度あのシルエットとかも変えられるしみたいな感じ、これ見ててね結構面白くないですか。よくよく見るとねカッティングとかがねなかなか独特で、ここもねカーブしてたり、ここもこうカーブしてたりとか、ちょっと分かりづらいかな。でまあここのシームのに沿って、ポケットも付けられたりとか、なんかこの感じもねめちゃめちゃかっこいいかなと思います。っていうのが、まずジャケットで、今度パンツなんですけど、一応ねあのジャケットと同じような切り替えの感じがねまず目を引くんじゃないかなと思うんですけど、これねめちゃめちゃかっこよくないですか、この感じね、このうねった感じ、かつまああのサイドシームがなくて、まあサイドシームの代わりにねこの切り替えがあると言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあこの切り替えのね視点はこのバックの部分のセンターになってまして、こっから始まってこう来て前行ってこう来るみたいなね、この感じね、あの見ててもね面白くないですか。であのジャケットのポケットの同じくバックポケットはねここのシームに沿ってポケットが付けられてて、まあ、ポケットの引き手の部分とかはジャケットと同じでタイガーアイの装飾があったりとか、あとはベルトループはないんですけど、ウエストはゴムとねこのドローコードがあるんで、まあ、ある程度調整が可能かなと思いますと、あとは、ポケットのねフラップもちょっとね変わった形がしてて、ほんとなんか全体的にあのすごい近未来的な雰囲気もありつつ、まあ、このねサイドのこの切り替えに伴ってバックのねシームもここねこういう感じで内側からこう裾のセンターに来る感じ、これねあのデニムとかでもあったんですけど、まあ 3D のね立体サイドの作りで、パンツ特にねめちゃめちゃかっけえかなと個人的には思ってます。あとは裾とかもねドローコードで絞れて、こっちをねシルエットが変えられます。であのパッと見のシルエットというか、このパンツ自体のシルエットはややねワイドめな感じでちょっと落ち感ある感じになるんですけど、まあ後でね実際履いてみたいと思うんですけど、めちゃめちゃいい感じのアイテムです。ということでね、実際履いて紹介していきたいと思うんですけど、サイズ展開とお値段が、まずジャケットがワンサイズのみのお取り扱いで、パンツもですねパンツもワンサイズのみなんですけど、お値段がまずジャケットの方が5万円税抜きで、パンツの方がこっちが4万2000円税抜きなんで、ちょっとお手頃かなっていう感じです。ということで今からね173センチで僕が両方ともサイズ1かなを、着てみますので、参考にしていただければなと思います。ということで着ます。ということで上下で着てみたんですけど、こんな感じです。これでねサイズ両方とも1かな
来てるんですけど、サイジング的には、まあ、着丈とかもすっきりめで、あの、身幅とかもね、いわゆるオーバーサイズな感じっていうよりか、かなりね、すっきりめというか、まあ、かといって、めっちゃタイトっていうわけでもないんですけど、割とね、ジャスト寄りな感じで、アームホールとかもね、それにこうして結構すっきりめな、作りで、いわゆるね、テックっぽい雰囲気がね、めちゃめちゃ出てて、かっこいいかなっていうのと、なんといってもね、やっぱ切り替え感めちゃ良くないですか、この感じ。特にね、僕はジャケットの方は後ろが好きですね、この感じ。これめちゃめちゃかっこよくないですか。はい、こういう感じ。あとはね、色も、まあ、グレー系の色なんで、結構ね、合わせやすい色合いなんじゃないかなっていうのと、ここでね、チェックで切り替わってる部分、ここはね、伸縮性がね、あるんで、結構ね、着てて、なんかただシャカシャカなだけじゃないというか、より着心地がアップしてる感じもあって、めちゃめちゃいいですね。あとは、ちょっとね、ここほどは目立たないんですけど、ここのカッティング、まあ、ここに沿ってですけど、もそうだし、ここもね、こういう感じで、なってて、さっきも言ったんですけど、その途中に、ポケットが、忍ばされてるというか、この感じもね、かっこいいかなっていうのと、まあ、あとはこの タイガーアイのね、ビーズの装飾も結構ね、ワンポイントというか、随所で目を引くんじゃないかなと思います。で、今度パンツの方なんですけど、はい、パンツもね、めちゃめちゃ良くないですか。はい、この感じ。ほんと立体裁断のネバーポケットの、定番のデニムをベースにね、ほんとこのテック系に、昇華した感じがね、めちゃめちゃ伝わってきていいかなと思います。で、シルエット的には、まあ、やっぱさっきも言ったように若干こうフレアがかったような感じのシルエットになるんですけど、まあ、ツイストがかってるっていうのもあって、なんかただフレアなだけじゃなくて、まあ、この立体裁断の感じと相まって独特のね、雰囲気に仕上がってて、そこもまたねかっこいいんじゃないかなと思います。で、股髪はねそこまで、深すぎない感じなんで、割とこの辺もスッキリなんですけど、パンツ自体は結構ねドカッとした雰囲気もあるんだけど、なんかこのナイロンの感じがね、割とそのなんか軽やかな感じもあるんで、ちょっとスポーティーな雰囲気強めで、履けるんじゃないかなと思います。で、今ね全部閉めてたんですけど、もちろんね履けてきてもかっこいいんじゃないかなと思います。はい、こういう感じ。あ、めちゃめちゃ良くない？はい、こんな感じです。ということでね、ぜひ気になった方は概要欄からアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また。